息子どうしたんだいパパ。昨日ガルパで初めて AP を取れて、それをツイートしたんだよ。ほう、すごいじゃないか。さすが僕のパパだ。でもこんなリプが来たんだよ。ほう、なるほど、ガチ勢に絡まれてしまったんだね。確かにこんなケースは稀にあるんだよ。悲しいかな。これによって一人のバンドリーマーがバンドリから引退してしまったケースもあるんだ。そんな、バンドリーマーが引退しちゃうと僕の動画を見てくれる可能性のある人間が減っちゃうよ。ねえ、どうしてこんなことになったのかな。これはおそらく判定強化を使ったからだね。判定強化？判定強化とは、指定の判定以上の判定が全てパーフェクトになるスキルのことなんだよ。今回パパはその判定強化を使って AP を取ってツイートしたから、判定強化警察と言われる人たちに絡まれたんだろうね。そんな、判定強化を使って AP を取っただけでこんなに言われるなんてひどいよ。ねえねえ息子、こういう時はどうすればいいの？情報開示請求をした後に訴訟を起こして示談をすることも許さずに、学校や会社に内容証明を送付して仕返しした方がいいのかな。おう、そうした場合は別のバンドリーマーを社会的に抹殺して追いやっているだけだから、結果的にパパの動画を見てくれる可能性のある人を減らしているだけだよ。あ、そっか。じゃあ判定強化を使っちゃダメなんだね。そういうことではないんだよ。判定強化はチートでも何でもない、公式で出しているスキルなんだ。だから使ってはいけないなんてルールはどこにもないんだよ。じゃあ別にズルしてるわけじゃないんだし、判定強化を使って AP をしてもいいじゃないか。そう、別に判定強化を使ってウルコンや AP を狙っても全然問題はないんだ。ただし判定強化を使わないでウルコンや AP を狙うのと、判定強化を使ってウルコンや AP を狙うのとでは、かなり難易度として差が出てしまうことも覚えてほしいんだ。判定強化を使う方が楽だってこと？どうしてもスキル発動中はパーフェクトが出やすくなる。採用する人数によっては最大で42秒間も判定強化のある状態でプレイできるからね。だからこそガチ勢は判定強化に厳しいんだ。そんな、じゃあ手持ちのメンバーが少ないプレイヤーが判定強化ありでフルコンや AP を取った場合も素直に喜べなくなるじゃないか。そう、だからこそ互いが思いやりを持つべきなんだ。思いやり？ AP やフルコンして嬉しくてツイートする気持ちはみんなわかると思うんだ。そしてそれが判定強化ありでもすごいということ、頑張ったということを、ガチ勢はその人を称えてやるべきなんだよ。じゃあ判定強化を使ってフルコンや AP を取った時に叩かれないようにツイートするにはどうすればいいの？そういった時はこうツイートするんだ。これは、なるほど、文面に判定強化ありだけどと書くことによって謙虚感を生み出しているんだね。そう、そしてこんなツイートのお手本リプはこんな感じだ。わあ、さっきまで批判してたガチ勢たちがシンプルにおめでとうと言ってくれてるよ。そのリプには、ありがとう、次は判定強化なしで頑張ってみる。なるほど、リプはシンプルに祝福してあげて、そのリプで向上心を見せることによって己のモチベーションを高め、さらに多くの人に好印象を与えてるんだ。そう、これはまるで接待。ガチ勢もそうでない人も周りに思いやりを持って接することで輪も広がり、自然とボッチバンドリーマーも回避することができる。より長くガルパを楽しめることができるんだ。それならバンドリーマーを一人もほふることがないから、僕の動画を見る可能性のある人が減らないね。さっき言ったのは稀にいる判定強化警察に絡まれないようにするための予防策だ。でも本当のガルパは自由にプレイすることができる楽しいゲームのはずなんだ。変なローカルルールにとらわれず
みんなは周りに迷惑にならないように楽しくプレイしてほしい。みんな、今日は最後までありがとね。これからもガルパを楽しくプレイしてほしい。これが僕からの一つだけのお願いだ。